アルバート・ドローネーアルバート・ドローネーはフランスの速記法の発案者。フランス語の速記法の一つであるドローネ式を発案した。1828年5月4日、フランス・パリに生まれた。プレボストの作品に取り組み、大幅に手直しした。彼は、その本質的なルールを守ろうとし、最も科学的なフランスのシステムを作ることに成功した。ドローネーはタコグラフィーであり、 元老院の修正者であり、アソシエーションデステノグラフィー2対0の会長であった。1878年、共同研究者たちは、彼らの口頭でのレッスンとそれに続く一連の練習問題をもとにしたクールデステノグラフィーを出版しました。泥寝式では、5本の単純な直線、5本の小さなループ付きの単純な直線、3本のフック付きの直線、 二つの音節を一緒に示す二本の二重の直線、六本の大きなループ付きの直線、四つの最初のループ付きの半円を使用しています。近道として符号の補強、重ね合わせ、非語完成を加えている。母音はドットとダッシュで区切られた短冊で表現される。この方法には25の基本ルールがある。年月日。 フランスイブリーヌ県のレズーにて64歳で死去した。ありがとうございます。